どうも、坂本です。肝臓は沈黙の臓器と呼ばれていて、結構重症にならないと不調として体の表に現れてこないと言われています。さらに肝臓の病気っていうのは予後が悪いものが多くて、そしてほとんどの人が肝臓が悪くなるって聞いて、一番最初に思い浮かぶのがアルコールの過剰摂取だと思います。体内に入ってきたアルコールを分解することで肝臓に常に負担がかかり続けてしまい、そのせいで肝臓の機能が落ちていってしまい、やがて肝臓が悪くなってしまう。なんですが、肝臓の働きってもちろんアルコールを分解するだけではなくて、他にも分解しないといけないものってたくさんあるんですね。その他にも分解しないといけないものの中で代表的なものといえば、まずはタバコなんですね。タバコってあんまり肝臓に関係なくて、むしろ肺の方に関係するんじゃないかなって思う人多いと思うんですが、実はニコチンって肝臓で分解するんですね。なので飲酒にプラスして喫煙習慣もある人っていうのは、お酒を飲むことで肝臓でアルコールを分解しないといけない。さらにそこに喫煙をすることによってニコチンも分解しなければいけない。このようにさらに肝臓に負担をかけてしまうんですね。さらに暴飲暴食や味の濃いものを食べることによって、味の濃いものを食べる量が単純に増えてしまうので、肝臓でその分分解しないといけない量っていうのも増えてしまうので、結果肝臓に負担っていうのがかかりやすくなってしまいます。これも肝臓を弱らせてしまう原因の一つになります。で、その中でも特に肝臓に良くないのが脂質の多い食べ物、つまり油物とかなんですね。油が多くて味の濃い揚げ物とかですね、そういったのって確かに美味しいんですけど、この脂質っていうのを分解するのも肝臓の働きなんですね。その他ストレスであったり睡眠不足とか運動不足とかですね、そういったことで自律神経っていうのが乱れやすくなってしまうんですね。で、この自律神経が乱れることが肝臓が弱る原因の一つになってしまうんです。これはなぜかというと、体の中にある臓器っていうのは基本的に神経の働きによって内臓の働きっていうのも左右されてしまうからなんですね。自律神経が乱れることによって肝臓が正常に働けなくなってしまうんですね。そのせいで普段の正常な働きをしている肝臓であれば、これぐらいの毒素は 50% の力で完全に分解できるところを 100% の力で分解しないといけない。自律神経が乱れてまともに動けなくなっているがゆえに、常に全力を出さないといけなくなってしまうんですよ。なので自律神経の乱れっていうのは、長い目で見たら肝臓の働きっていうのを弱らせていくということなんです。そして一番まずいのが、年齢が上がってくるに従って、今まで言ったものにもう一つプラスして、さらに肝臓にダメージを与えるものを摂取するようになるんですね。それは何かというと薬なんですね。これはどんな薬であろうと同じです。薬の成分っていうのも最終的には肝臓で分解されるので、薬の飲みすぎっていうのは肝臓にダメージを与えることになってしまいます。よく常用してしまう薬といえば、痛み止めとか血圧の薬とか、そういったところですね。そういうのをずっと飲み続けて根本的な原因を治療しようとしない人っていうのは、その元々ある症状は治らない上に、そのせいで肝臓も知らない間に弱らせていっちゃってるっていうことになるんですね。で、薬飲んでるのに結構効果感じないとかって言ってるけど、出されたからとりあえず飲み続けてるとかっていう人も結構いるんですね。そのなんとなくで飲んでる薬の裏で肝臓が必死に頑張ってるっていうことを、少し頭の片隅に入れておいてほしいんですね。さらにこの薬って言った中にはサプリとかも含まれてきます。もちろん栄養として足りないものをサプリで補うっていうのは構わないんですけれども、ただサプリってなんか健康に良さそうやし、飲んでても正直何にも変わらないけれども、まあ飲んでてもええやろみたいな感じで飲んでる人って結構多いんですよ。じゃなくて、今一度そのサプリって本当に今の自分の体に必要なのか、飲むことでどういう結果を得たくて、でその結果に対してサプリっていうのは少しでも効果が出ているのか、今現在そこをもう一度整理してほしいんですね。サプリももちろん飲んだらその成分っていうのは肝臓で分解しなければならないので、負担はかかるんです。なんとなくで意味のない人工物はできるだけ体に入れないようにしましょう。で、そうやって肝臓に負担をかけ続けていって、そしてやがて肝臓が悪くなった時に出てきやすい症状としてはですね、まず多いのが目や皮膚の黄疸ですね。つまり黄色くなってしまうっていうことですね。これが一つ目です。で、次にあるのが尿が濃くなっていく。その他全身的な症状としては、風邪の初期症状に似た状態が続いてしまうっていうことがあるんですね。つまりは食欲不振であったり、吐き気や倦怠感などですね、日頃から肝臓を酷使しているような生活をしている人で、ずっと続くような風邪の初期症状がある人は少し注意が必要かもしれません。ただし、先ほども言ったように肝臓は沈黙の臓器って呼ばれていて、症状がかなり進行していたとしても、今のような症状とかも一切出ない人っていうのも結構いたりするんですね。なので肝臓にかなり負担かけ
けてるなっていう自覚ある人で、でも今体に何もないから大丈夫と楽観視せずに、日頃からケアは怠らないようにしなければなりません。で、肝臓が悪くなっていく流れとしてはですね、まず最初に肝臓に炎症が起こります。で、その炎症が長引いて慢性化していくことによって、肝臓の細胞っていうのが破壊されたりで再生されたりとかを繰り返すようになるんですね。そこでこれを繰り返すことで、肝臓っていうのがどんどん繊維化していってしまうんですね。で、この繊維化してしまった肝臓っていうのをさらに悪くなって悪化していくと、カチカチに固まる肝硬変になってしまうんですね。そしてこの肝硬変っていうのになってしまうと、元々の肝臓にある細胞の肝細胞って呼ばれるものが繊維細胞っていうものに置き換わってしまうんですね。肝臓の働きっていうのはもちろん肝細胞が活発に働くことによって正常に働くようになっているので、その肝細胞がなくなって繊維細胞に変わってしまうと、肝臓がどんどんまともに働けなくなっていくんですね。そうなることでどんどん肝臓の機能が弱っていってしまって、いろいろな合併症っていうのを引き起こしてしまうんですね。なので肝硬変っていうのには気をつけないといけないんですね。で、さらにその先へ進むと、最終的には肝がんになっていくわけなんですね。この肝がんっていうのは、通常健康な肝臓に突然発症することっていうのはほとんどなくて、肝臓の中でも炎症が起きている部分や、さっきのように繊維化して肝硬変になってしまっている場所、そこにできることが圧倒的に多いんですね。そこでいつまでも肝臓が元気でいられるような状態を保つために大切になってくるのが、まず適度な運動や睡眠ですね。そして肝臓にいい食べ物を意識して摂取するようにすることなんですよ。肝臓の働きを良くする食べ物といえば、良質なタンパク質とミネラルやビタミンなんですね。良質なタンパク質を主に摂取するときは、赤身の肉や魚や大豆、卵などから摂取するようにしてください。そしてビタミンやミネラルは、緑黄色野菜や海藻類やキノコ類から摂取するようにしていきましょう。で、他にも肝臓の解毒作用の働きを助ける食べ物とかですね、そういったものとしてよく言われるのがしじみですね。で、その他にも助けるものとしては、アサリとかエビとかタコがあります。これらも味付けには注意してうまく摂取していくようにしましょう。そしてその他にも、この体の外側からの刺激でも肝臓の働きっていうのを良くしていったり助けたりすることもできるので、今からその方法っていうのを実践していきましょう。はい、では今から肝臓の働きを助ける場所を刺激していくんですけれども、足のところに肝臓の働きを良くする場所っていうのがあるので、まずそこを刺激していきましょう。まずこのように足の親指ですね。で、この足の親指の内側のこの爪の角ですね、ここの部分をまず最初刺激していきます。ここをこういう風に挟んでもらって、この角の部分をギューッと10秒押してください。10秒したら離す。これを3回ですね。左右両方の指やってください。次なんですけども、この親指と人差し指があるんですけど、この間ですね、ずーっと指を滑らせていってください。そしたらピタッと止まるとこがあります。そっから先は骨になるんですね。この親指と人差し指の骨が交わるところ、このギリギリですね、ここを指でグッと押していきます。できるだけ骨の際のところを押してください。で、これもさっきと同じように10秒間押したら離す。これを3セット両足やってください。次は足の裏ですね。小指と薬指のこの間ですね、ここから指をずっと下に滑らせていってください。そしたら途中膨らんで、その後ポコッとへこむところがあります。ここを指でグッと押すか、手のこの部分もしくはこのようにして親指で押してもらっても構わないです。この位置を10秒間グッと押してください。これを3セット両足やってください。で、次はこの右肋骨の下あたり、この奥にすぐ肝臓があるので、ここをしっかり刺激していきます。まず両手をこういう風に組んでもらって、右の肋骨のすぐ下、この溝落ちのあたりですね、ここを手のひらでグッと押してから、ゆっくり左右に10回です。で、これができたら手はそのままで、さっきと同じ場所に手を当ててグッと軽く押し込んでから、今度は上下ですね、上下にゆっくり動かしましょう。これも10回です。で、その次はまたさっきと同じように手を組んで、同じ場所に手を当ててグッと押し込んで、今度は円を描くようにゆっくり10回回してください。で、次はまた同じように手を組んで、で、さっきと同じ場所にですね、手を当てて、今度は息を吐きながらぐーっと強めに押してください。押せるとこまで押したら、そこからゆっくりですね、奥にある肝臓を上に持ち上げるようなイメージでゆっくり
くり手を肋骨方向に、つまり上の方向にですね、10秒かけて手を上げていってください。でさらにこれ以外にもこの右の溝落ちのこの場所にですね、カイロとかを貼って温めてあげるっていうのもおすすめです。肝心要っていう言葉があるぐらい肝臓っていうのは大切な臓器になってきます。肝臓は少し悪いぐらいでは不調を訴えないっていうことを理解して、今回の動画を参考にしてこれからの健康な体作りに役立ててください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。